こんにちは、小助です。今はなかなか旅に行くのが難しい状況ではないかと思いますが、旅に行った記憶というのは今でも頭の中に残っていて、映像を見直すとより鮮明に当時のことを思い出して楽しい時間を過ごすことができます。そこで今回は YouTube を僕が始めてから今日までの約1年半、この間に見た北海道の綺麗な景色の中で印象に残っているところベスト10を紹介したいと思います。これはあくまで綺麗な景色ランキングではなくて、この1年半で印象に残っている場所、景色のランキングです。もちろんね、景色なので綺麗かどうかというのも重要ですが、それ以外の要素、いろんな要素があるんですが、それも加味して印象に残っているものを改めて紹介していきたいと思います。第10位からといきたいところなんですが、惜しくもランク外になった場所、景色を2箇所まずは紹介したいと思います。1つ目が美瑛町の青い池です。場所はだいたいこの辺りで、北海道の中心に近い位置にあります。ここは世界的に有名な観光地で、景色だけを見るとトップ3に入るぐらいすごく綺麗なんですが、見ての通りね、人がすごいんですよね。とにかく混雑しています。世界中から観光客が来るので、とてもね、ゆっくり見れるような感じではないんですよね。なので今回はランク外ということにしました。ただこの青池は見ての通りすごく綺麗なところです。なので見に行く価値は十分にありますよね。平日の朝とか早朝ね、平日の早朝であれば比較的空いているので、ゆっくり見ることができるんじゃないかと思います。もし観光で来るのであれば、日中は避けた方がいいような気がします。日中だと本当に池を見てるのか人を見てるのかわからなくなるぐらいすごい人になりますから、できれば平日の早朝に来ると比較的人も少なくてゆっくり楽しむことができるんじゃないかと思います。ちなみに冬に来ると人は全然いないんですが、当然ね、池も真っ白で何も見えません。奥の方に行くと、この池とつながっている川がね、水自体は一緒ですから、こっちが少し青く見えるかなというくらいですかね。ここはさすがに雪が積もることはないので、年中見ることができます。冬であればね、ガラガラですね。そしてもう一つランク外になったのがここ、函館の五稜郭公園ですね。五稜郭公園の桜、ここもすごく綺麗で毎年見に行っています。ただね、ここも日中に行くとすごい人なんですよね。公園全体に桜が咲いていてとても綺麗なんですが、行くのであればやっぱり早朝ですね。もう日が昇ってすぐ行くとこんな感じで、人もそんなにいませんから、桜をゆっくり楽しむことができると思います。本当にね、北海道でも有数の桜の名所ですから、すごくおすすめなんですが、ただ混雑するということと、毎年行っているので印象に残っているかと言われると見慣れちゃっている部分もあるので、今回はね、ランク外ということでここで紹介しています。すごく綺麗なんですけどね。それではいよいよ第10位の発表です。第10位は同じ函館市から函館山です。場所は同じ函館市内ですから、五稜郭公園と同じこの辺りになっています。ここから見る景色がね、抜群に綺麗ですね。もちろんね、僕も北海道に住んでいますから何回も来ていて、それこそ中学校の時の修学旅行でも来てますね。この場所にクラスごとに整列したのを今でも覚えています。そんなこともあって新鮮さというのは全然ないんですが、ただ来るたびに綺麗な景色だなと思って、ここから景色を眺めています。夜景はね、夜景は車で登ることできないんですが、日中とか朝方であれば車で登ることができるので、ドライブで来るときは夜景以外をね、見るのがいいかもしれないです。もちろん夜景もゴンドラに乗ると見ることはできるんですが、ただやっぱりね、人がすごいんですよね。ここに来るのも僕は朝がおすすめかなと、そんな感じがします。この日は少し雲があったんですが、日中であればここからね、綺麗な景色、人もそんなにいない中ゆっくり見ることができます。そして僕が一番おすすめの時間が朝一です。日がね、昇る直前ぐらいに来るとこんな感じですごく綺麗な景色見ることができるんですよね。しかも車で来ることができるので、混み合ってもいませんしね、ゆっくり楽しむことができるんじゃないでしょうか。僕は夜景見に来たことがあるのはその修学旅行と、その後ね、20代の時に何回か来ただけで、やっぱり人がすごいということもあって、最近はずっとね、昼間に来るか、この早朝ですね、
日が昇る直前ぐらいに来て、こうやって景色を楽しんでいます。続いて第9位なんですが、この釧路のぬさまい橋からの夕日です。これがね、とても綺麗なんですよね。正面に見えるのがぬさまい橋で、ここから海を眺めるとちょうどね、夕日が綺麗に見えます。これは綺麗でしたね。もちろんこのぬさまい橋の上から夕日を見ることもできます。というよりもやはりね、ここから見る夕日が有名なんですよね。見ての通りね、とても綺麗です。冬も釧路はほとんど雪降りませんし、冬の方がね、天気がいいことが多いので、夏よりもこの夕日見られる確率が高いかもしれません。この映像動画にしたのは最近のような気がしましたが、調べてみると去年の11月でした。もうかれこれ半年近く経つんですね。いや、ほんとね、時間は流れるの早いですね。次は第8位ですね。第8位はシャコタン半島のカムイ岬です。シャコタンにはカムイ岬とシャコタン岬両方あるんですが、よくね、写真とかで見る綺麗なシャコタンの映像はだいたいね、こっちのカムイ岬の映像です。ここも有名な観光地の一つで、僕の実家が小樽にあるということもあって、比較的距離も近いのでよく遊びに来ていましたね。それこそ10代の頃からバイクに乗ってこのカムイ岬は来ていました。カムイ岬の先端まで行くのには少し駐車場から距離もあります。こんな道をね、しばらく歩いていくと正面にカムイ岬が見えてきますね。風が強い時なんかはこっから先危険なので通行止めになっています。残念ながらね、この日も通行止めで、何回か僕行ってるんですが、最近ずっと通行止めなんですよね。風が強ければ先まで行けないことはあるものの、実は手前の高台からでも綺麗な景色は見れます。むしろここからの方がカムイ岬全体が見えて、写真とか映像で見るシャコタンの姿はここからのものかもしれませんね。なんといってもシャコタンブルーというだけあって、海のこの青さが綺麗なんですよね。岬の先まで行くと何も視界を遮ることがない、全体が海になって見えますから、それはそれで綺麗なんですが、カムイ岬を含めて写真を撮りたいとか映像を撮りたいという時はこの手前の高台の方がいいかもしれないですね。こっからでももちろん海はとても綺麗です。続いて第7位なんですが、斜里郡清里町にある上の子池です。この上の子池の水は摩周湖の水がどうもね、こう湧き出してるらしいんですよね。なのですごく透明度が高くて綺麗です。ただ見ての通り山の中にあるので、ちょっとクマが怖いなという気はします。クマ出没注意と書いてあるので、まあ、今回ねこの映像はかなり早朝に来ているんですが、人がたくさんいる時間に来た方がいいかもしれないですね。ここも一応観光地ではあるものの、青い池ほど有名ではないのか、そんなにね人は多くないです。それでも時期になれば人はたくさんいます。これは僕が YouTube を始めてほんと初期の頃に撮った映像で、カメラもねそんなにいいものを使っていなかったので、映像がねあまり綺麗じゃないんですよね。そして天候もちょっと薄曇りのような感じで、綺麗な湖を見ることはできませんでしたが、できれば今年リベンジして綺麗な映像を撮っていきたいと思っています。天気が良ければ青くて透き通った綺麗な景色を見ることができます。初めてここに来たのは19歳の時なので、まあ、20年ぐらい前ですかね。すごく感動しました。この映像だとちょっとね池が青いのがわかるんじゃないかなと思います。透き通っていてうっすら青く見えてますよね。天気がいいともっとね透き通って見えます。それではね、今回の最後第6位なんですが、千歳市の支笏湖です。この支笏湖は行く時間帯だとか時期にもよるんですが、かなりね綺麗な景色見ることができます。新千歳空港からも1時間弱ぐらいと比較的近くて、アクセスがしやすいというのもいいところですよね。この支笏湖の動画は先日、まあ、先日といってもまだ雪があったので2月ぐらいですかねに作った動画なんですが、やっぱりね綺麗ですよね。早朝に行って朝日が昇るぐらいの時間帯に支笏湖を見に行きました。今年に入ったぐらいから全部ねミラーレスカメラで 4K 映像を撮っているので、まあ、やっぱりね今までの映像の中ではダントツこれが綺麗ですね。僕は支笏湖に来るときはこのね早朝朝日に染まる支笏湖を見るのがとても好きで、この時間帯が一番気持ちいいんですよね。人も少ないしとにかく綺麗です。
支笏湖は年中何回来ても綺麗で素晴らしいところだと思います。残りのトップ5、5位から1位までは次回の動画になると思いますが紹介したいと思います。もちろんこの順位というのは僕が勝手につけているだけなので、その景色が綺麗かどうかとか素晴らしいかどうかではなくて、あくまで僕がこの1年半ぐらいで見たものの中で印象に残っているものはということになります。それではね、次回もお楽しみに。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。